どうも、皆さん、こんにちは。着場です。本日はですね、先日ね、マリオットボンボイプレミアムカードと、ヒルトアメックスプレミアムカードですね、徹底比較動画ね、出させていただいたわけなんですけども、本日はですね、このね、ヒルトンのダイヤモンドステータス、今私持っておりまして、私ね、マリオットのプラチナステータスもね、持っているっていう風になりまして、まあ、この2つでですね、どういった感じで客室のアップグレードは受けられたのかっていうのをですね、まとめてね、紹介していきたいなと思います。昨年ね、結構ね、いろんな国、いろんなホテルね、利用させていただいて、まあ、どういった感じでね、アップグレードね、利用できたのか。まあ、私個人的にはですね、このマリオットのプラチナステータス、ヒルトンのね、ダイヤモンドステータス、両方ともね、スイートルームのね、アップグレードが対象になっておりますよね。まあ、こちらね、非常に SNS 等々でですね、このね、スイートルームのアップグレードにね、焦点を当てて、おすすめされている方がね、非常に多いですよね。私個人的にはね、それあんまり好きじゃなくて、というのも、このスイートルームのアップグレードっていうのは、もちろんありますし、私もね、スイートルームのアップグレード受けたことはあるんですけども、そんなに毎回ね、スイートルームにアップグレードされるなんてことはないんですよね。基本的にアップグレードはあるけども、まあ、ちょっと上の客室にアップグレードみたいなね、まあ、そういった感じの印象が多いっていう風になりますので、まあ、これからね、ヒルトンアメックスプレミアムカードとかですね、またね、マリオットボンボイプレミアムカードとかね、まあ、ここら辺発行ね、検討されていて、まあ、一体ね、ホテルの上級会員になったら、まあ、どれぐらいのね、アップグレードがね、受けられるのかっていうのをですね、参考にね、していただければなと思います。まあ、断言しときますけども、毎回スイートルームにアップグレードされるっていうのは、マリオットのアンバサダーステータスぐらいまで行けばね、スイートルームね、かなり高確率にね、アップグレードされてる方ね、聞いたことね、ございますけども、まあ、ヒルトンのダイヤモンドで、マリオットのプラチナで、毎回スイートなんていうことは、まあ、ほぼね、ありえないっていう風になりますんで、ここだけね、勘違いされないようにね、していただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。それではね、早速内容に入っていきたいなと思うんですけども、今回ね、マリオット、ヒルトン両方とも作らせていただいたんですけども、結論ね、先に言いますとですね、アップグレード率に関しては、マリオットの方がアップグレードが多いです。で、またね、スイートルームのアップグレードも、マリオットの方が多いですね。まあ、1年間でね、この丸ついてるとこ、スイートルームアップグレードしてもらえたんですけども、アップグレード率はマリオットの方多いですし、スイートルームのアップグレードもマリオットの方が多いっていたうちの結果になりました。こちらね、ヒルトンになるわけなんですけども、まあ、ヒルトンとかね、2回だけ。スイートで、しかもね、もう一つの方は、これもともとスイートのホテルなんでね、まあ、スイートからスイートにアップグレードされたみたいな、まあ、こういった感じになりますんで、まあ、夢がね、広がる方は、マリオットの方がね、アップグレードされる確率が高いですし、スイートにね、入れてもらえる可能性の方が高いっていう風になります。もちろんね、アップグレードされなかったこともね、中にございますので、まあ、この点はね、注意していただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、一つずつね、軽く見ていきたいなと思います。ちょっとね、写真等々もね、入れて作りたいなと思ってたんですけども、ちょっと数が数なんでね、これ全部やってるとめちゃくちゃ時間かかると思いまして、もしね、気になる方に関しては、マリオットのね、公式サイト見ていただくか、まあ、動画あるものに関してはですね、動画ね、見ていただければなと思います。まずね、2022年の頭の方にね、宿泊した、伊豆マリオットホテルですね。ここまだね、私レビューとか出したことないんですけども、こちらね、2022年のね、1月2日とか3日とかに泊まったんですけども、スーペリアツに予約して、温泉付きのね、客室にアップグレードしていただきました。本当にね、ここめちゃくちゃ良かったですね。温泉がね、客室にありますんでね、もう本当に起きて20秒ぐらいで温泉入れるぐらいのね、近さにね、客室にあるとね、利用できるんで本当に最高でしたね。で、またね、この伊豆マリオットホテルはですね、ラウンジがね、12時ぐらいから開いてるんですけども、ずーっとね、アルコール利用できるんですよ。ですので、カクテルタイムにはね、軽食みたいなのがさらに出るんですけども、いつでもお酒飲めますんでね、本当にここは良かったですね。で、ここのね、アップグレードされた時の、価格差は2000円ぐらいということで、これね、今の普通の週末で調べてますんで、まあ、これはね、参考程度にしてください。では次に大阪マリオットホテルですね。これは家族でね、利用したので、ちょっとね、撮影することできなかったんですけども、スーペリアのね、客室2シングルをね、予約させていただいて、この時ね、スイートルームにアップグレードしていただいたんですよね。で、この時のね、価格差がだいたい2万円ぐらいね、する、この客室よりね、するぐらいの部屋で非常に広かったですね。確か2部屋あって、息子がはしゃぎ回ってたらね、覚えておりますけども、マリオットのプラチナでもですね、スイートルームね、アップグレードいただきましたんで、
こちらはね、本当に久しぶりのスイートルームだったんじゃないのかな。はい。で、次ですね、ウェスティン横浜。こちらはね、開業してちょっと経ったぐらいね、行ったんですけども、こちらは、アップグレードはございませんでしたね。プラチナステータスだけどね。はい。で、次、シェラトン、ホテル&タワーズですね。こちらは、2022年、2023年、こちらね、めちゃくちゃよく行ってるんですよね。本当に数ヶ月に1回ぐらいね、宿泊しておりますけども、一番直近で行った時はね、アップグレードがなかったですね。もちろんね、スイートにアップグレード、ジュニアスイートに入れてもらえたことはね、2021年だったかな、1回ありますけども、本当にね、そのぐらいっていう感じですね。あと、クラブルームとかね、そういったアップグレードはね、ありましたけども、まあ、スイートルームはね、もう多分10回ぐらい泊まってると思いますけども、1回だけ、宿泊させていただきましたね。で、メズム東京オートグラフコレクションということで、こちら2023年の隅田川の花火大会の時に宿泊させていただきましたけども、こちらもね、アップグレードはございませんでしたね。で、次、海外ですね。2022年、世界一周でね、利用させていただいた、ホテルなんですけども、まず JW マリオットシカゴですね。こちらもアップグレードすらなかったですね。で、次にシェラトンスイートシカゴお部屋空港。こちらね、アップグレードっていうか、こちらね、スイートになっておりますけども、このホテルね、シェラトンスイートということで、全室スイートっていう風になりますんで、これはね、アップグレードではございませんね。で、あとこの表にはね、スイートナイトアワードで、スイートルームに入ったものはね、基本的に入れておりませんので、この点は覚えておいてください。次に AC by マリオットニューヨークダウンタウンホテルですね。こちらね、1泊2万5000とかでね、泊まれるニューヨークのめちゃくちゃ安いね、ホテルなんですけども、こちらね、一応コーナールームにアップグレードしていただきました。これね、コーナールーム、普通の客室とコーナールームね、場所、カテゴリー一緒なのかな？まあ、コーナールームって言ってもね、まあそんなにめちゃくちゃ広いわけではなくて、ただ単に外の景色がね、ちょっと多めに見えるぐらいでね、価格がね、出ておりませんでしたので、こちらアップグレードなのかどうなのかちょっと微妙なラインですね。で、次にルネッサン州ワルシャワエアポートですね。こちらのホテルは、インドのね、入国でちょっとミスってね、ビザをミスって、急遽ね、ポーランドに入国させていただいて、空港の目の前のホテルですね。こちらで、宿泊した時は、なんとね、ここもね、スイートルームアップグレードしていただいたんですよね。もう本当にね、心身ともにボロボロになっておりまして、ちゃんとレビューできなかったんですけども、このホテルもね、1泊2万5000ポイントとかでね、宿泊できて、で、またね、スイートに上げてもらえて、大体ね、普通の客室より2万7000円ぐらいね、高い客室に入れていただきました。で、こちらのホテルもですね、ちゃんとね、ラウンジが夜の12時ぐらいまでやっててね、非常に良かったですね。で、次にこちらはシェラトン最後のホテル&タワーズ。これはベトナムのホテルですね。こちらもね、ジュニアスイートにアップグレードをしていただきました。こちらね、普通の客室の価格差はだいたい1万8000円ぐらいですね。で、次にリッツカールトンノマですね。リッツカールトンの、ニューヨークにあるね、リッツカールトンで、今セントラルパークと、このノマドっていうね、27丁目だったかな。まあエンパイアステートビルのね、近くにある、リッツカールトンね、2022年に開業しましたけども、ここの客室で、一応ね、アップグレードはいただいたんですけども、マンハッタンルームの客室ワンキング高層階にアップグレードをしていただきました。このホテルはですね、私が行った時ね、開業してまだね、10日とかね、そんなもんでね、結構ね、ひどかったとか言っちゃいけないかもしれないですけども、まずね、チェックインが4時過ぎてもね、チェックインさせてもらえなくて、で、またね、案内して入ったらね、中にお客さんいたんですよね。これはね、ちょっとね、リッツカールトンではね、ちょっと良くないですね。はい、1泊10万超えてますからね。で、このホテルもですね、このワンキングからこのマンハッタンルームね、結局、移動してこの客室になったんですけども、ここもね、3万8000円ぐらい価格差がありました。っていう感じですかね。もちろんここはスイートルーム。まあ、このね、リッツカールトンっていうのはですね、基本的にプラチナでね、スイートルームのアップグレードは対象外に確か規約でなっておりますんで、チタンとアンバサダーじゃないと、このリッツカールトンではね、スイートには入れないと思います。で、次にプトラジャヤマリオットホテルですね。こちらね、クアラルンプールの激安のね、マリオットホテルということで、当時6500ポイントで一泊できて、プラチナ特典で1000ポイント選択できるんで、実質ね、5500ポイントで宿泊できるね、ホテルだったんですよね。で、残念ながらね、このホテルはもう今ね、見ると1万2000とかまで上がってしまいましたので、昔はね、本当にめちゃくちゃ安くね、宿泊することができたマリオットホテルですね。こちらはですね、特にアップグレードね、いただけなかったですね。
で、次にニューヨークのマリオットマーキスですね。今年、2023年頭ですね。カウントダウンね、参戦しまして、元旦もね、こちらにいましたね。はい。この時も、5連泊しましたけども、アップグレードはございませんでした。で、今年のね、2023年ハワイね、利用させていただきましたけども、その時のレイルオオートグラフレーション、客室ワンキング予約させていただいて、コーナースイートの客室にね、一泊宿泊させていただきました。で、この客室とね、このスイートの客室の価格差はだいたい1万9000円ぐらいはありましたので、まあこうやって見るとですね、価格差を見てると、まあ結構ね、お得に利用することは、まあ、できたのかなっていうところですよね。まあでもね、アップグレードすらね、されなかったこともね、全然ありますので、まあこの点はね、覚えておいていただきたいなという感じですかね。まあこれがね、2022年から2023年のマリオットボンボイホテルの宿泊したね、アップグレードのまとめっていう感じですね。はい、それでは次にヒルトンホテルですね。まあこちらね、一目瞭然なんですけども、ヒルトンホテルの最上級会員のね、ダイヤモンドステータスあっても、このね、スイートルームのアップグレードっていうのはね、かなり少ないんですよね。こちらね、ロンドンのパークレーンホテルと、エンバシースイーツのヒルトンワイキキビーチ。まあこちらね、もともとスイートルームの客室で、まあさらにアップグレードはしてもらえたんですけども、もともとはスイートなんでね、こっちを入れるかどうか迷ったんですけども、一応ねアップグレードでねスイート入ってますんで一応入れさせていただきましたけども、まあこういった感じになるんですよね。ですのでヒルトンのダイヤモンドステータスに、ね、なったとしてもアップグレードもねかなり少なめっていう風になりますし、スイートルームに入れるっていうこともね結構少ないので、まあこの点はね覚えておいていただきたいなと思います。まずね、こちらは2023年のね、頭ニューヨーク、2022年の年末なのか、ニューヨーク行った際の全泊でね、ヒルトン成田、利用させていただきましたけども、こちらはアップグレードがございませんでしたね。で、ヒルトン横浜、この前ね、利用させていただきましたけども、これね、チェックインの時にね、アップグレードしてさせていただきましたって言われたと思ってね、アップグレードされた体で話したんですけども、今ね、このツインデラックスルームね、見るとスタンダードルーム特典で出てきますんで、これもしかしたらね、アップグレードじゃなかったのかもしれないですね。で、次に6京都ですね。こちら、客室自体ね、広くなってないと思ってね、アップグレードされてないと思ってたんですけども、視聴者の方にね、教えていただいたんですけども、こちらね、高層階でもね、アップグレードに入るみたいですね。一応ね、ドライヤー等々がね、違うみたいですので、一応これね、アップグレードで入れさせていただきました。で、こちらからね、2022年から2023年のね、海外滞在になるわけなんですけども、まずね、ミュンヘンエアポートホテルですね。こちら、特にね、アップグレードはございませんでした。まあ、こちらね、アップグレードなかったんですけども、このヒルトンミュンヘンエアポートホテル自体がですね、新しくできたのかな?すごいね、ピカピカだったんでね、めちゃくちゃ綺麗でしたね。はい。で、次にヒルトンパリオペラ。このホテルもね、本当に重厚感があってね、めちゃくちゃいいホテルでしたね。こちらもね、残念ながら、アップグレードはございませんでしたね。で、次にヒルトンパリ、シャルズゴール空港のエアポートホテルですけども、こちらね、ファミリーキングルームにね、宿泊させていただきました。だいたい価格差が6300円ぐらいですね。で、次にヒルトンロンドンパークレーンホテル。こちらね、ファミリースイートにね、アップグレードしていただいたんですよね。こちら今価格見るとね、だいたいね、29万2000円ぐらいのね、アップということで、めちゃくちゃ高いですよね。これは本当にね、いい思い出になった、ホテルですね。はい。まあ、一泊しかね、しなかったんで、本当にね、もう一泊ぐらいね、したかったですけどね。で、次に、アレフローマホテルキュリオコレクションですね。こちらは、イタリアに行った時に、3泊か2泊ね、利用させていただきましたけども、こちらもね、特に、アップグレードは、ございませんでした。で、次にヒルトンローマエアポート。こちらも特にね、アップグレードはなかったですね。で、次にヒルトンモルジミアンミリーリゾート&スパ。こちらね、プールビラをね、予約していただいて、アップグレードはございませんでした。こちらね、私が行った時にはね、まだ規約に記載とかね、なかったんですけども、今から半年前ぐらいね、どっかの細かい話で言ってたと思うんですけども、このヒルトンのね、モルジブにあるホテルっていうのは、アップグレード対象外がね、明記されましたので、このモルジブにあるね、ヒルトンに関しては、アップグレードね、されませんので、この点は注意してください。まあもちろんね、ウェルカムアメニティとかね、ウェルカムギフトでシャンパンがもらえたりとかね、まあ、そういった特典はあるんですけども、アップグレード時代はね対象外に入りましたので、この点注意してください。で、次にウォルドーフアストリアバンコクですね。こちらもね、
初めてこのウォルドーフアストリアね、宿泊させていただきましたけれども、こちらも非常に良かったですね。でこちらはですね、スイートじゃないんですけれども、パークビューのね客室にアップグレードしていただきました。だいたい6200円ぐらいのね差がある感じですね。非常にね景色が綺麗でとても良かったですね。すごい印象に残っているのはココナッツがですね、あのウォルドーフアストリアの名前が入ったねココナッツがあって、まあそれがね客室にあるんですよね。でまあもちろんねココナッツジュースなんで普通に飲み物としてね利用することができるんですけども、開け方わかんなくてね、結局あの係員の方にやっていただいたらね、本当にアイスピックみたいなので力ずくに開けるみたいなね、まあそんなのを目の前でね見せていただいて結構ね驚きだったんですけども、その印象はね非常に残っております。で、2023年の頭の方にね泊まったヒルトンタイムズスクエアですね、こちらワンキングベッドを宿泊させていただいて、あ、こちらね、なしって書いてしまいました。すいません。コーナールームに確かアップグレードしていただきましたね。失礼いたしました。ここはコーナールーム。まあ、特にね、スイートとかではないんですけども、コーナールームにね、アップグレードしていただきましたね。で、ヒルトンハワイアンビレッジ。こちらは2022年の、最後のヒルトンダイヤモンド仕様でね、宿泊させていただきましたけども、まあ、こちらもね、アップグレードなくて、ヒルトンワイキキビーチも、アップグレードなかったですね。で、ガーデインワイキ。こちらは2023年この前ね、宿泊させていただきましたけれども、こちらもアップグレードは特にありませんでしたね。で、2022年のエンバシースイーツ。これの時もダイヤモンド修行でね、行ってたんですけども、この時ね、このエンバシースイートっていうのは、全室ね、あの、スイートルームっていう風になるんですよね。ですので、もともとはね、スイートルームで、このエンバシースイートっていうのはね、基本的に、あの、規約でね、アップグレードないんですよね。ないんですけども、なぜかね、あの、アップグレードしていただいて、めちゃくちゃでかい部屋にね、入れていただきました。これね、価格差だいたい5万7千ぐらいありますので、すごいですよね。これはね、非常に良かったですね。ですけども、まあ、これはもともとがスイートなんでね、スイートのアップグレードに入れていいかっていうところなんですけども、まあ一応ね、アップグレードにスイート入れてますんで、一応入れさせていただきましたね。で、次にこちらはクアラルンプールのガーデインですね。こちらはね、非常にあの、必要ポイント数がね、安いホテルということで、まあ結構有名なんですけども、こちらもね、あの、特にアップグレードは、ございませんでしたね。まあ、ヒルトンに至ってはですね、まあ、こういった感じになっておりますので、まあ、私ね、ヒルトン最上級のダイヤモンドステータスね、持っているわけなんですけども、アップグレードすらね、されないことがね、やはりヒルトンの方はね、結構多いんですよね。はい。ですのでね、あの、過度な期待はね、本当にしないようにね、していただければなと思います。もちろんね、スイートに入れしていただいたりね、コーナールームとかね、まあ、そういったこともね、まあ、あるにはある、まあ、ゼロではないんですけども、あの、アップグレードをめちゃくちゃされるみたいなことはね、まあ、基本的にございませんので、ぜひね、参考にしていただければな、なんていうふうに思います。ということで今回ですね、マリオットのプラチナステータスとヒルトンのダイヤモンドステータス、まあ、どのぐらいね、アップグレードが利用できるのかっていうのをですね、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、結果はね、こういった感じということで、そこまでね、スイートにアップグレードされるっていう部分ね、あんまりないですので、まあ、過度な期待をね、しないでいただきたいな、なんていうふうに思いますかね。もちろんね、あの、空室次第っていうところがございますので、もちろんね、平日の方がアップグレードはされやすいですし、週末の方がアップグレードはされにくいです。これはね、間違いないかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、参考にしていただければな、と思います。まあ、前回のね、あの、比較の動画で、マリオットの方がね、アップグレード率が高いっていうね、コメントをいただいたんですよね。確かにね、それはね、よくよく考えるとね、あるかな、なんていうふうに思います。ヒルトンの方がね、結構あの、価格帯的にもですね、ヒルトンの方が、あの、ガーデンインとかね、ハンプトンインとか、結構安いホテル多いじゃないですか。まあ、マリオットに比べるとね、やっぱり多い印象があるので、マリオットの方はね、やはりアップグレード率はね、高いかなっていうところですかね。まあ、もちろんね、お値段的にもね、まあ、マリオットの方が高かったりいたしますので、これはね、確かにマリオットの方が、あの、アップグレード率も高いですし、スイートに入れる率も、まあ、高いかなっていうふうに、思いますかね。まあこれもね難しいところで、まあなかなかね食いつ次第なところがございますのでね、まあ過度な期待はねしないで利用ねしていただければな、なんていうふうに思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますのでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。